皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。カズチューブ、皆様からのコメントをご紹介するバージョン、いつもと違うでしょ。この感じはね、カズラジの感じなんですよ。カズラジのバージョンのこの、今撮ってるんだけど、いつもは通常バージョンのカズチューブを喋った後に皆様からのコメントをご紹介するんだけど、今日ねカメラがね故障しちゃってさ、撮れなかったので、今になってカメラがなんか復旧したの、まあ、とりあえず新しいやつはもう発注しました、カメラ。ということで、しばらくねこれ動いてくれたらいいんだけどな、カメラ、ということです。さて、今日オリックスさんはカープとのオープン戦で2対1、勝ちましたけれどもね、福井のけいちゃんさんです。勝ちましたね。北選手と太田選手のタイムリー、お見事でした。若手選手の活躍は頼もしいのですが、打線全体はもう一押しですね、ということ。そうだね、もう一押し二押し欲しいね、本当にね。それからモーギュー突進バファローズさんは、打線爆発は公式戦に取っておきましょう。取っておけるようなものであれば取っておけばいいんだろうけどもね、1回ぐらいはオープン戦でも爆発してほしいし、公式戦に爆発する保証もないしね。ノリックさんは、サチヤさんは完璧でしたよ、見たいね。今日も球数少なかったしね、素晴らしいと思います。岸村秀明さんは、去年を経験しているファンは今日のような試合展開はよく見た光景だよね、という感じですよね。おっしゃる通りだ。山岡君が投げるたびに良くなっていくのは心強いです。願わくば球数を少なくしてほしいです。今日もねちょっと多かったもんね、5回で90球かな、ちょっと多いね。それから白鷺さんは、今日は現地広島観戦でした。あ、お疲れ様でございました。山岡投手は徐々に調子を上げている感じではありました。初回太田君が2つのエラーで点は失いましたが、なんとか踏ん張ったという感じでした。幸也君は日本シリーズからのいい感じが続いていて、開幕投手でもいいと思います。明日も現地ということ、ご安全に。ハーナさんは、タイちゃんも幸也も開幕に向けて状態が上がっているのは一安心です、ということ。太田君も初回のエラーを挽回するタイムリー、今年こそはレギュラー掴んでほしいです、ということ。そうね、まあ、よく打ってくれましたよね、本当にね。牛島カレンさんは、オリさんらしいといえばらしい、少ない点差で勝つ野球でしたが、打線は湿りがちでなかなか、乾きませんね。乾きすぎても困るんだけどね。ここまで来たらシーズン始まったら凄まじい勢いで打つために今は温存してるんですよきっと、という超プラス思考の考えで見守ることにします。ありがとうございます。いつも勝たなあかんコートさん、いつもありがとうございます。投手陣はもう開幕しても大丈夫な感じですが、打つ方はつながりに欠ける感じが否めませんね。行って開幕まで2週間ないので、打つ方はもう少し手応え欲しいのですが、欲しいのが本音です、ということね。明日こそは打線爆発に期待です、ということ。もうこの言葉何度言ったでしょうか、笑い、ということ。そうですね、ありがとうございます。それからですね、牛松さんは、雨の秩父宮ラグビーを見ながら、オリックスの経過をちらちらと、見ていました。山岡幸也ナイス、P リレーでした、ということ。そうですね、ありがとうございます。ラグビー場だったんですね、お疲れ様でございました。それからラグビー場かな、雨の秩父宮だからラグビー場だよね。それからウッチーさん、投手は良くても打線はなかなかうまくいきませんね。公式戦までなんとかなってくれたら嬉しいです、ということ。おっしゃる通り。ヒデ99さんは、今日ゴルフ、雨の中ね、お、写真貼ってくださって、ゴルフにもヘッドカバーバファローズバージョン、すごいな。すごいすごい。で、帽子もあるじゃん、オリックスの。5950、いいね、ありがとうございます。というわけで、今回も皆様からのメッセージ一部ご紹介しました。なんとかカメラが今持っておりますが、明日カメラが作動するかどうか保証はできません。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。とりあえず新しいカメラ発注しましたので、それが来たら切り替えます。ただもうちょっと頑張って動いてね、よろしくお願いします。じゃあまた。